ゲームの動画を映画っぽいし貴重にします。レイヤーウィンドウに編集する動画を放り込みます。それ、あよいしょ。ここのプラスから、一番上の色調補正を選択します。この中から、コントラストと、サイドをいじって編集していきます。コントラストを少しだけ上げて、明暗をはっきりさせます。そして、サイドを少し下げます。これでプライベートライアンや、ザトイチのような、銀の腰風の色調になります。ノスタルジックで渋いです。コントラストは上げたままで、サイドを上げてみると、深みのある感じになります。これもなかなかいいです。ノスタルジックで渋いです。